押そう押してもらってすいません。やりづらいですね。大丈夫です。え、大丈夫です。あ、ウィさんに一言言ってもらうの忘れた。皆さんお疲れ様です。皆さん花火とか行かれなかったんですか。本当ですよね。1日ですよ今日。浴衣で大濠公園に向かう人々を見ながらジャージで展示に向かって走ってましたからね。あの子逆方向にジャージで走ってる。いや、今日はちょっと空いてましたよね。空いましたね。やばい、こんなコメントがテレビビデオに残っちゃった。皆さんも行かないんですか。やっぱりああいうゴミゴミしたところは男の人は好きじゃないんですかね。家の近くなんですよね。え、家から多分ちょっと歩いたら花火見えるんですけど、はい、どこですか。桜坂のあたり。あ、いいですね。あたり、あたり、いい、桜坂じゃなくて桜坂のあたり、はい、あたり。役員側ですか。六本松側。坂ら辺ですか。あ、そうです、そうです。私高校築城だったんで、すごい分かりますよ、あそこら辺。高校生多くないですか。はい、福岡って結構女子校とか多くないですか。多いです。ですよね。多いです。男子校とかもいいですか。男子校もそこそこありますね。でも今大濠が共学になってるらしいんで減ってるんですかね。昨日は女子校とか男子校なかったんですよ。男子校あったかもしれないけど女子校は聞いたことないです。あったかもしれないけど今度行かなかったです。いや、休学がいいですよ。やっぱり体育祭とか盛り上がらないですもんね。高校来るのなかったんですよね。お、あ、私もおっとか言っていいの。だから全部こんなの取られてるんだよな。ここだけカットしてくるのかな。改装中とかじゃなくて。自信持って。ナイストラップ。フリーよ、フリー、
ナイスカバあ、最後ラスト1本。